ただいまですね、こんな感じで会場がどん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 出来上がっております。すごい、かわいすぎる。ここがズッチが立つ羽ですね。ズッチはこんな感じで羽かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。羽っぽくなってる、なってるなってる、いいいかがでしょうか。すごい素敵。こちらがズッチがプレゼントする私物です。ここに置いときます。で、下に来場者の皆様へのプレゼントがありまして、なんとそこにこちらのズッチの韓国で撮ったプリクラを入れたいと思います。 I'm here。 いや、2枚だからね、120人中の2枚。私この黒いズッチ絶対だったらズッチあげないって言ったもん。なんで入れるからあげないって言ったもん。あれビーチ来てるわ。1回ってこと1回ネイルもね、かわいい。この間の韓国のね、そうクールなズッチとかわいいズッチです。すごい、見てこんなにたくさんある。じゃあどれにしようかな。ズッチがね愛用してるやつだよね。そう、ズッチが本当に使ってるやつだから間違いないと思います。じゃあ1個目、ここに入れときます。2個目はじゃあこちらに。おめでとうございます。おめでとうございます。暗いパチ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 。今回さ、ツーショットとかもさ撮れないしさ、うん、会場内も撮影禁止になってるわけじゃん、うん、ちょっとでも喜んでもらいたいなと思って、うん、今回ちょっと韓国でプリクラを撮ってずっと初めてだもん、一人でプリクラ撮ったの。喜んでいただければなと思ってね。そう、最近ね、すごい言われるの。なんかズッチが有名になって忙しくなるのは嬉しいけど、遠い存在になるのがちょっと寂しいって言われるのね、うん、それがちょっと悲しくて、うんうん、ちょっとこういうことをしてみました。いかがですか。いい感じ、いい感じマジかわいい。かわいいでしょ。かわいいすごい、ありがとうございます大好きなんです、お花。今からパーティーが始まります。楽しみもうお客様集まってみたので今から行きたいと思います。緊張はしないけどすごいワクワクする。可愛いですか。ありがとうございます。では、登場していただきましょう。どうぞ。基本的なお嬢様気質なズッチが勝手に開くと思ったんですよ。自分だけ言って開けたっていう。しょうがない。皆さん、短い時間かもしれないですが、あと5時間もしバスサードしたいですよ。あれズッチ、これ1年どうでした。自分の中ではすごい絶対忘れない年なんじゃないかなと思って、思い返すとたくさんいろいろあるんですけど、たくさんの出会いがありました。お仕事の幅も増えましたし、楽しかった。楽しかった。私からもう年は言わないとこうかなと思って12歳になりましたで、今日12歳のお祝いを今日は皆さんよろしくお願いします。で、会話だとと写真が撮れるというものがあります。
ちろん覚えてます。大好きです。あ、ラブチューキムシたちは来てるの？はい、もういらっしゃってます。マイクをお借りします。反射がすごいですね。すごい、すごい。今日俺、多分2人の影みたいな。ちゃんとさ、一応普通に道歩いとったらさ、影みたいに見られるぐらい光ってるのにさ、すごいね、ギュテ君のアイテム。すごいよ、もうキラキラで生きてますね。ありがとう、ごめんね。何から何までお借りしてしまって、シルバーが足りないということで、撒き散らしていただいてます。みんな来てくれて元気。ね、よかった。なんか一層も綺麗になりました。ね、本当に。この二人のがよっぽどいいです。とんでもない、とんでもない、とんでもない。ありがとう。Hello! すごいじゃん。かわいい。かわいいでしょ？すごい。ビリアイフしてみて。そう。ちょっと待って、これ大丈夫？密量？密量です。次の洋服がこれでさ。照り返しバービー。そう、照り返しバービーです。照り返しバービー究極体でしょ？アッシュ。ありがとう、本当に来てくれて。全然。髪かわいい。やばいでしょ？自分で染めたの？今回はね、染めてもらった。あ、そうなんや。すごい。すごい。奇妙。好きだよね、奇妙。一生奇妙って言って、本当に。歌って。イエーイ。メイクはまんま。メイクまんま。メイクまんま。メイクもまんまやって。行くわ。楽しみ。めっちゃ可愛いな。すごい。写真撮ろう。すごいね、ギンギン。みんな銀だからね。私2階です。はい。ここ。ここです。あ、ありがとうございます。ここもすごいな。この会場めっちゃ綺麗。綺麗だよね。いや、これぐらいのサイズ欲しい。コスメとは分かる。なれそめが、まあ、普段言ってるのは、Tinder で出会いましたって言ってるんですけど、それはどうだって言っておき、バリリンとコラボしてる YouTube かなって僕は見て、とんでもねえやつがいるぞみたいなって思って、で、僕は、まあ、メイクこんだけ、まあ、愛してるしなんですか。で、僕と同じぐらいメイクにも熱量がある男性がいなかったから、当時、ね、なんかすごい新鮮に思えて、それぞれ違うジャンルのメイクだったから、そうね、喋ってみたいと思って、最初まとめて焼肉食べ行ったんですよ。それが最初のきっかけだな。その後クリトリ行ったよね。メイクのコツみたいな。そっち、メイクし始めたのが小学3年生なんですね、実は。今小学3年生。あ、おー、すごい。じゃあ、多分今日からやったら同期になるよ。とにかくずっとずっと練習してたのね。で、そこからどんどんメイクが上達しました。本当にごめんなさい、このビカビカ。お金ないし、本当に全部にフィルム貼ってみたい。そうだよね、フィルム剥がしてたけどね、これね、フィルム貼ってみたい、本当は。綺麗になってよね。暑いね。暑い、あなたが暑い。大失敗したよ。半身浴しちゃって午前中。もう最近さ、めぐい、もうバックがね、もうバックがね、最初が。
これで終わりになります。寂しいですが、お二人の退場を皆さんの拍手でお送りしましょう。はい、ありがとうございました。気をつけて帰ってね。ありがとう、またね。お疲れ様。お疲れ様。はあ、楽しかった。本当にね、来てくださった皆様ありがとうございます。キムシもフージももちろんありがとうございます。こんな感じだったんですけども、いかがでしたでしょうか。なんかこれを見て次イベント来てみたいなって方とか来てくれたら嬉しいなというふうに思います。ということで。本日の動画が面白いと思いましたら、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。あと SNS のフォローもお願いいたします。それでは皆様、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。プレゼントです。おめでとう。サンローランド。ファーストサンローランです。ファーストサンローラン。初めてオープンしていきたいと思います。可愛くない？可愛い。初めてのサンローラン。おめでとうございます。ズッチー、お誕生日おめでとう。ズッチーお誕生日おめでとう。ズッチさんお誕生日おめでとうございます。ズッチー誕生日おめでとう。ズッチー誕生日おめでとう。自撮り。ズッチーおめでとう。